EYC 日本品質管理本部会計管理部という部署に所属しております平川と申します同じく会計管理部に所属しております宮崎と申しますよろしくお願いいたします早速本日の内容のご紹介ですが今回は2023年3月期の決算直前ということで決算にあたっての主な留意事項について解説させていただきます 昨年の2022年3月期においては収益認識基準と時価算定基準という大きな基準の改正の方がございましたがそれに比べて今年はあまり留意点がないなと思ってらっしゃる方も多いかもしれませんただ当期においても為替相場の急激な変動であったり海外を中心に金利の上昇局面に入っていたりと経営環境の変化が著しい1年だったこともありますしまた 決算間際で新しい基準も公表されて有価証券報告書に関する開示フレーの改正も行われていますまず登記においてどのようなトピックがあるのかお話ししたいと思いますが宮崎さんまず会計基準の改正の項目から教えていただけますでしょうかはい平川さんありがとうございます次のスライドでですね、えー、っと改正項目等をまとめておりますのでそちら見ながらご紹介していきたいと思いますまず1つ目ですけれども ええ、時価算定適用真の改正が二十三年三月期より原則適用となっております。主な改正点としましては。投資信託についての取扱いが定められた点になります。具体的には、投資信託について基準価額を時価とみなす。取扱いが定められ。また、その場合の中期項目などが新たに追加されています。え二つ目ですが、グループ通算制度になります。こちら。 グループ通算制度自体が23年3月期の記事から適用されておりそれに合わせてこのグループ通算制度の会計処理開示を定めた実務対応報告第42号が原則適用となっていますこれにより23年3月期よりグループ通算制度を前提とした税効果会計を行う必要があります詳細は情報センサーの21年12月号 および関連の動画をご参照いただければと思いますそして3つ目の項目として挙げております為替金利等の相場変動に関してですがこちら先ほど平川さんからもありましたけれどもコロナウイルス感染症ですとかウクライナ情勢を背景としてビジネス環境は大きく変化しているかと思います特に為替相場は変動続いておりますし海外の長期金利も上昇しているというところです また食料品などの各種原材料の価格が上昇しているということに加えて燃料高からエネルギーコストでしたり輸送運賃価格も上昇し光熱費だったり輸送費といった多岐にわたる品目に影響が生じていますこのような環境変化のある中で為替変動等についての留意点については情報センサーの22年12月号及び 関連動画をご参照いただければと思います今回は税効果会計について後ほど触れていきたいと思いますそして4点目は税制改正のお話となりますが令和5年度税制改正においてグローバルミニマム課税に対応する法人税法の改正案が国会に提出されていますこちらの新しい税制の導入が税効果会計に影響を与える可能性があるとして SBJ より当面の取扱いとしての実務対応報告の公開草案が公表されています直近で生じたトピックになりますのでこちらも後ほどご説明させていただこうと思います最後の5点目は非財務情報になりますがこの2023年1月に開示フレが改正されておりましてサステナビリティに関する考え方及び取り組みの項目が 有価証券報告書の開示項目として新設されていえすまた今回の改正においては取締役会の活動状況の記載や内部監査の取り組みといったコーポレートガバナンスに関する開示の充実も図られています。 こちら改正がされたばかりなのですが社会的な関心が高い項目になりますのでこの2023年3月期の有価証券報告書から原則適用となりますのでご注意ください。詳細な内容については情報センサーの3月号で解説しておりますのでそちらをご参照いただければと思います。今回ののの動画ではこの主な留意事項の中から 先ほど宮崎さんに触れていただいた3つ目のうちの税効果改計の論点と4点目のグローバルミニマム課税について触れさせていただきたいと思います平岡さん、この時期になりますと例年税制改正が入ってくるかと思うんですけれども今年度の税制改正で税効果改計に影響を与えそうな項目はありますでしょうか。そうでですね令和5年度の税制改正では 国際課税において大きな改正が予定されておりますが、グローバルミニマム課税という新しい税制の導入が見込まれています。この新しい税制が税効果会計に影響が生じる可能性があると言われています。なるほど。そうしますとグローバルミニマム課税というのはどういう税制なんでしょうか。 そうですねあの新しく導入される税制になりますのでまず最初に税制の概要の方を簡単にご紹介させていただこうと思いますこちらのスライドはグローバルミニマム課税の概要を示したものになります BEPS という言葉は皆様もお聞きになったことがあるかもしれませんが BEPS に関する国際的な合意取り組みは簡単に言いますとグローバル企業が国際的なグループ間取引を福祉することによって 所得を税率が低い地域に移転させて税金を減らそう逃れようとする行為に対して規制を加えていく取り組みになりますこのような取り組みに関する議論が国際的に活発になっておりまして今回日本の税制にも取り入れられたという経緯になります今回導入されるのはいくつかあるルールのうちの一つ所得合算ルールになりますが 国際的に最低限の15%の実効税率を定めた上でそれを下回る国における最低税率での課税を確保するべく親会社の所在地国が親会社に対して子会社の所得を最低税率に至るまで課税するルールになっています。今回のの法法人税法の改正案では OECD の枠組みに従って年間総収入金額は7.5億ユーロ以上こちら日本円にしますと約1000億円程度になりますがこの多国籍企業を対象として原則として最低税率15%の課税が確保されるように制度化されたものにななりますなるほど先ほど最低税率15%まで追加で課税されるというお話もありましたけれどもそうしますと税率への影響など 税効果会計に与える影響が考えられますけれどもこの23年3月期の決算においてはどのような点に留意すすすればよよいのでででしょうかそうかそねね税効果会計への影響が気になるところですよ、ね、先に結論だけ言ってしまいますと実はこの決算においてこのグローバルミニマム課税への影響は考慮しなくていいという当面の取り扱いの公開草案の方が ASBJ の方から出されています。 その内容に触れる前に公表の経緯を理解するため税効果改計の基準の考え方をまずご説明させていただこうと思います。先ほど申し上げたとおりグローバルミニマム課税に対応する改正法人税法はすでに国会に提出されておりまして3月末ままでにに成立すする見込みになっていますここで税効果改計の基本的な考え方なんですが。 二つ目のビレットにやりますように決算日現在で成立している税法をもとに税効果の金額を計算することになっていますこのため改正法人税法が三月末までに成立した場合にはグローバルミニマム課税を前提として税効果会計を検討する必要が生じてくることになります この税制自体が適用されるのは2024年4月1日以降開始の事業年度からになりますのでまだ先になるんですが税効果改定に関してだけはこの2023年3月期から税制の影響を受けることになるということですので SBJ から急遽実務対応報告の公開草案が公表されたものになります。 岡さんありがとうございますそうしますとこの当面の取り扱いというのはどういう内容になるんでしょうかそうですね内容の方をご説明したいと思いますがまずはこのスライド特例措置の取り扱いとした経緯の方になります。先ほど制度の説明で触れましたがこの制度では15%までの上乗せ税額を親会社の国の税務当局に支払うことになります。 そこで所得が発生する企業と納税義務が生じる企業が相違することとなって利益を課税標準とする税金を対象とした税効果会計の枠組みに照らすと税効果会計を適用すべきかどうかが明らかではないという論点が生じてきますまた仮に税効果会計を適用するとした場合でも 中ほど小さなビレットで3つありますように、繰延税金資産負債は見直すのか、また、その税率はどうするのか、追加的な一時債が認識されることになるのか、といった点が明らかではありません。加えて、実務上の負担も想定されるところになります。こういった点を踏まえて、このグローバルミニマム課税制度を前提とした税効果会計を適用することは、 現時点では困難であると考えられるためその取り扱いを定めるべく公表に至ったもの,にな,の,のなになります。まず適用範囲は簡潔に申しますと全ての企業ということになります。 グローバルミニマム課税による影響がどのような企業にどの程度及ぶのかということは調査することについては3月決算においては実務上間に合わないと考えられますので一律に全ての企業に適用されることになります。そして会計処理はグローバルミニマム課税制度の影響を反映しないということになります。これは先ほど申し上げた通り 現時点ではこの制度を前提とした税効果改計の適用は困難と考えられるためになります。こちらポイントなんですが全ての企業にに適用されるという点になりますつまり一律に適用されることになりますので企業の判断でグローバルミニマム課税制度の影響を反映するような会計処理をすることはできないという意味にもなりますのでその点はご理解いただければと思いますありがとうございます。 税効果会計影響を反映させないという特例措置があるということで安心いたしましたただこの取扱いは短期的なものかと思いますので今後の準備は必要ということですよねそうですねおっしゃる通りになりますこちらの実務対応報告はいわば緊急措置とも言えるものになりますグローバルミニマム課税制度は対象となる企業においては税効果会計のみならず 通常の法人税税等といった税金費用全般に影響が生じますこのため今後はグローバルミニマム課税制度に対する分析調査といった準備が整い次第こちらの実務対応報告に代わる新しい基準などが公表されることが考えられますのでその動向には今後も留意いただければと思います。またそもそも会計処理の話以前に当然税金の支払いに直結することになります。 適用は売上高7.5億ユーロ以上つまり約1,000億以上の多国籍企業が対象となるということですのでそれななりの数の数会社さんが影響を受けるることになるかとにか思いますこの制度では海外での税率の把握などグループ全体での情報収集が必要になってきますし国ごとに税制の導入時期も異なりますので 特にに当初は対応すするるための準備もかかななり大変になるかと思いますその辺りの今後の対応も念頭にまずは制度を理解する必要があると思いますが EY 税理士法人ではこの税制改正に関するセミナーもオンデマンドで配信しておりますのでこちら是非ごご活用いただければと思います。 宮崎さん昨今の経営環境を見るとコロナウイルス感染症だったりまたウクライナ情勢を背景としてビジネス環境というのは大きく変化しているかと思いますこのような現状を踏まえて会計上留意した方が良い点などあったら教えていただけますでしょうかはいありがとうございますそうですね例えば税効果会計に目を向けてみますと 足元の経済環境の変化によって企業分類に影響をするケースが出てくるのではないかなと思っております例えば今まで分類2であった企業が分類3ですとか分類4に変更となるケースも出てくるかと思っておりましてそのような時に見落としがちな論点についてご紹介していきたいと思います改修<ー>可能性適用指針11項では 繰税金資産の回収可能性を判断する手順について定められておりそこでは一次債等加減3前課税所得による回収可能性の検討に先立ちスケジューリングされた将来加算一次債を将来減産一次債を解消見込み年度ごとに相殺するとにすす。るされていますこのため企業分類に基づく一次債等加減3前課税所得の見積もり期間にかかわらず 将来加算一時債と総債可能な将来減算一時債にかかる栗延税金さんは回収可能性があるということになりますしたいまして例えば分類四の企業であり一時債と加減産前課税所得の見積もり期間が一年であったとしても一年を超える期間についても将来加算一時債と将来減算一時債が年度ごとに総債可能である限り 回収可能性ががあるものと判断されの税金が計上されることになりますこの点分類2の企業であれば実務上将来減産一次債の方だけスケジューリングを行ってスケジューリング可能であれば回収可能と判断していた企業であっても分類3や分類4に変更になった場合には一次債等加減3枚課税所得による回収可能性の検討に先立ち 将来加算一時債との相殺による回収可能性の検討を行うことになりますすなわち将来加算一時債についても適切にスケジューリングを行い解消見込み年度ごとに将来減算一時債と相殺していく必要があるという点に留意が必要になりますなるほどありがとうございます 企業の分類にかかわらず将来加算一時債をスケジューリングしなければいけないという話は分かりましたがどのようにスケジューリングするのかイメージするために将来加算一時債の具体的な例を教えていただけますすででしょうかそうかそねおそらく多くの会社で計上していると思いますけれども資産除去債務については将来加算一時債が発生する典型的な項目かと思いますので そちらを例にととってて解説しいいいきたいと思いますご認識の方もいらっしゃるかもしれませんが資産除去債務はその会計処理上資産除去債務という負債と対応する除去費用という資産を当初認識時に同額計上します左下のイメージ図の左側のです、ね、取得の部分の通り資産負債が両立てになるということになります。 一方で税務上は資産負債い,いずれも否認されますのでそれぞれ資産除去債務に係る将来減産一時債と除去費用に係る将来加算一時債が生じることになりますここで左下のイメージ図もご覧いただきながらお聞きいただければと思いますが資産除去債務に対応する除去費用は会計上減価償却により残高が減少していきます これを税務上に置き換えて考えますと右下のイメージ図のとおり資産除去債務に対応する除去費用にかかる将来加算一時債は減価償却により加算調整されますので関連する有形固定資産の残存対応年数にわたってスケジューリングされるということになります。しいまて、て、例えば分類4の企業であって 一次債等加減3枚課税所得の見積もり期間が1年であったとしても1年を超える期間においても将来減産一次債のスケジューリングの結果2年目3年目4年目といった形でスケジューリングされる場合には除去費用にかかる将来加算一次債の2年目3年目4年目との解消見込み額と相殺することによって当該相殺額にかかる一次債については繰延税金算の回収可能性があると 判断されることになりますなお右下の図の右端の黄色の部分にありますとおり資産除去債務にかかる将来減算一時債についてはその除去により一時にその全額が任用減算され除去予定時期にスケジューリングされますので除去費用にかかる将来加算一時債とは解消時期が異なるという点にはご留意いただければと思います。 なるほどよくわかりましたどうもありがとうございました最後に冒頭もお伝えしましたが昨今の経済環境の変化ではさまざまなところで会計上の影響が出てくる可能性がございます将来の不確実性が増している中で固定資産の減損ですとか棚卸資産の評価損それから有価証券の評価減といった資産の評価といったあたりが特に論点になってくるか ことも多いかと思いますので今一度そのあたりを確認していくこといただくことが重要かと思います本日は2023年3月期の決算上の留意事項と思われる中からグローバルミニマム課税と税効果のお話をさせていただきましたご視聴いただきましてどうもありがとうございました